本当に超怪のように語ってる。いやもう、ヒーロー、ヒーロー。怖い、2着が欲しい。いや、待ってください。内川さん、絶対打つなら早い方がいい。もう遅い、もう今の方がまだいい。まだ私が一番ラスト恐れてました。ラスト瞬間だって。いやけど、オカピートップの後さ、やっぱ守りたくなっちゃうんだよ。ダメよ、ね、持って帰りたいじゃん、今日。いやもう持って帰りますから、ラスト今日やめるもん。いやいや、ゼロで、ゼロで。今日はこれで終わりに来るよ。まだ明日。それはいいね。それは今日だからね。そうすれば今日の気分いい。そんな悪い話じゃない。時間じゃなくて。ちょっと一回一今日ここで終わりね。一旦ここで。また明日頑張るから俺。それならいける。新しい発想。今日確かにやりたくないかも。普通にね。はい、普段通りやって、もうサクッとトップ取って帰ってきてくださいよ、はいはい、ナイストップからナイス CM、 ナイスパレード。私にプレッシャーかけてましたよ。5万点トップ取ればもう一回5万点で、ね、5万点トップ2回で今日はアベマカワスカー。それでさ、6つ盛り引いてさ、5万点いっちゃったらしいです。これ点としてある。マジで5万点いっちゃったのに、どうしよう。本当にね、内川さんがブーメラン帰ってきた。特大なの帰ってきたよ。私に言っといて、自分は貝のようになろうと思って。2万5000点前にプレッシャーかけるの大事。けどさ、みんなここプレッシャーかけないとこだと思ったから、かけた方がいいな。シャーちゃんいいのよ。やり返しちゃう。ちょっとやってくる。プレッシャーがいいですね。いつもいつもプレッシャーかけるの。